さあ、そしたらいよいよ完成だ。霞双剣大名槌。まあ毒双剣だからクシャ特化かな。ただ原種とサビクシャがまだいるから、まあまあまあ使いどころはぼちぼちあるでしょうと。で、氷の大砲局も作ったから強化で、双剣装備も作るんだけど、このガルルドフェイクってのがね、あの見た目こそね終わってるんだけど、めっちゃスキルは強くて、聴覚保護プラス10だからこれ1個つけるだけで、耳栓が発動しますよと。ただ防御力は雑魚、上位だね。ガルルが X メイル、天輪が要求される5は X アーム、上位だし弾2つも要求される EX 5はフォールド、闘魂種スロニを1、2、3で、さっきの装備にこの達人プラス10の宝石をつけることによって、挑戦者プラス2、高級耳栓、見切りプラス1、切れ足レベルプラス1になると。で、切れ足レベルプラス1はまああの大幅火力アップでつけていて、見切りプラス1で回心まず 10% アップでしょ。で、高級耳栓は高級耳栓で、この挑戦者プラス2がめちゃめちゃ強くて、あの敵が起こると発動するっていうのは今のモンハンと一緒なんだけど、この発動スキルが攻撃力アップ超プラス見切りプラス3なんだよね。えぐくない4ベースの挑戦者。見切りプラス3もあるから、もう素で回心率が40になるわけだ。プラス攻撃力アップ超で攻撃力爆上げ、いやえぐいわ。これ1個だけつけておけばとりあえず安心みたいなのがもうあるね。これとこれ、この2個あれば火力はもう安心。ただ強化しても防御力549までにしかなんなかった。上位だ結局。あーでもあれだな、この装備太刀でも使えるぞ。っていうかね、双剣と太刀ってこの時代必須スキルが1個もないんだよね。まあ切れ足レベルプラス1とかは絶対必要だけど、そんなのどの装備にも言えることだからね。だからこそ挑戦者プラス2が冷たな。あと高級耳栓。さあ、そしたら霞双剣大名槌が今一番刺さる相手であろう高難度黄砂の嵐クシャルダオラ行ってみようか。なんかでかい、尻尾がクソ長いもん。で、方向は高級耳栓で効かない。これ強いなやっぱり。うわー、てか上位ぶりだ。あ、もう毒ってる、早っ。上位ぶりだよ双剣使うの。ごめんな、ボックスの肥やしにして。でもさ、お前弱いから毒双剣弱いからさ、お前使い道ねえんだ。対クシャル特化なんだよな、お前毒双剣使うなら他のね属性双剣使った方が強いからね、その弱点を持ってるモンスターにね。わざわざ毒を持っていくのは色々と効率が悪いんだ。まあそれ一本で行くならいいんだろうけど。じゃあ、チャーク持っていくわ、俺。ごめんなぁ。まあ今日からいっぱい使ってやるからな。許してやってくれよ。なーにそれ！あれ？これって上位でもあったっけ、クシャ？それとも G級か？つかダメージやべえわ。え、怒ってないよね？これ怒ったら。あ、怒ってるか？あ、わかんねえ。いや、なんか怒ってる割には、あ、これで怒ったんだ。じゃあ怒ってなくてあのダメージかよ。終わりじゃん。あと技もつけてないんだよね、この装備。思ったより切れ味が長かったから大丈夫かなと思って。まあこれでわかるでしょう。高級耳栓強っ！めっちゃストレスフリーなんだけど。いやー、そこまでいっちゃったか。じゃあこれ乗れるね。あれ、なんかランブが出ねえ。小ランブ、あ、小ランブってどうすんだっけ。え、さ、回心エグかったね今ね。そっか、今の俺の回心率は45万だ。しかも変身をあと3回残している。勝ったな。ほらこっちだよ。いや、これ良くねえな。いい！あー、ちょっと、あれ？鬼神化した瞬間は方針って出ないんだっけ？
回転。はい、チーズ。え、マジか、それ無理なのか。はい、チーズ。オッケー。あ、出ねえわ、やっぱ。ああ、時間の無駄、時間の無駄。まあ、毒だから別に頭を破壊しなくてもいいか。まあ、でも言うても。破壊できるなら一応破壊しておきたいよな。あ、思い出してきた。鬼神ゲージが溜まったら、この鬼神突進乱舞で戦う方が確かいいんだ。あ、そうだそうだ。なんか使いにくいと思ったわ。で、この HP は回復できない。いいか。さっきは竜巻が動くこと忘れてくらっちゃったけど。もう食らわんだろ、吉田さんなら。で、こいつは首も柔らかいから、まあ頭狙いつつ首。いってー。あ、青に落ちちゃった。わさものやっぱいるか。でもね、切れ味はね、ほら、結構長いんだよね。これでもいるんだなー、わさものって。あー、間違えちゃった。アップね。光った。あー、頭無理だったが、くっそ下手くそになってる。いけるか？キュー！全然ダメだ。あれ、あと1の位ぐらいじゃなかったっけ？あかん。いやー、マジか。競争も切れたから、じゃあもう逃げていい。もう逃げていいぞ。あれ？なんか当たらんなぁ。ね、頭ダウン、やっべ！あ、これが GQ モーションか。どれが GQ モーションかわかんないね。なんか竜巻動いたような気もするんだよな、上位から。あー、いや、これは、先行玉いける。あ、やばい！超合子が2個も足りてない。これ乗れるだろ。ちょ、あ、あれ、あれ、あれ、出せなかった？あ、あった。もう何これ。いやー、ちょっとひどかったな。大丈夫かこれ。あー、ちょっと待ってな。まだ準備すっからな。あと3分待って。オッケー。よう待ってくれた。あ、出た。これね、クシャルダーラだけにあるなんか固有の疲労モーションみたいなやつらしい。でも氷は疲労してないから、よだれも垂らしてないじゃん。何これっていう。ほんと何これって感じなんだよな。ほら、またやってるわ。なぜかこいつだけが、まあ冷遇じゃないけど、あれだよね、ちょっと、え、なんで弱体化してんのって感じなんだよね、ドスコリューの中で。まあ一応、ストーリーではちょいちょいこいつなんか、メインモンスター節、聞かせてたから、それでなんかもしんないな。まだ頭ダウン乗れない？場所がやばい、これちょっと。もうちょっと広いとこ行こうぜ。半蔵よ。で、これに合わせて、こう。あ、でも、そうか。そんな突進されちゃもう、なんもできないな。いや、その突進やばすぎない？もう一回行くよ、俺。かはは、おい！ダメだろ、そんな突進しちゃ。どこで頭狙ったらいいんだろう。この突進が GQ モーションかもしんないな。上位でこんなことやられてなかった気がするよ。もうちょっとあれかな。左から頭行ってみるか。多分ね、よっしゃー！オッケー！多分ね、あの、真正面すぎて AI が突進しろって言ってるはず。だから横から行けば、なんか AI が振り向きしろって言うと思うんだよね。多分いけるわ。俺も角度が悪かったな。いやー、これ落ちるとこ悪いなー。そしたら、おお、なんだこれ。あー、最悪、頭の方振り向こうと思ったのに。ちょ、もう一回、あー、違う、頭だって！振り向いて！
ッケー。あ、俺も命令しなきゃいけないのか、これ振り向いてって指に。俺自身が脳となることだったのか、このゲーム。頭ひるみマナか。さあ、ブレス来い。あー、まあ、振り向いた瞬やべえ、毒切れだ。あかんねえ。オッケー、よし、得になった。首足狙いつつ頭一発も当たらない。その尻尾がさ、この防御力だときついわけよ。ここ全然ダメだ。あっぶね。オッケー、こっちに3匹いるから絶対食らう。え、なんか、なんだ、モンスターワールドで、モンスターハンターワールドで実装された先行体制ついちゃってる、これもしかして。あぶねえ、今のも突進来るね。プレス、プレス、プレス。いや、違うなー。なんか、高級耳栓も活かせてないし、ちょっとやばいよな。方向しろ。まあ、毒でちまちまとは削れてるはずなんだけど。集会所だからなー。毒のちまちまがどんだけ入ってるかわかんねえなー。で、横から。うん、まあいいんじゃない。これ、あ、違う、片付けんじゃねえんだ。一発、ダメだ、双剣のノリさー。癖が強すぎる。強制グレードがもったいない。今オッケー。さすがにこれで頭でも取れると思う。取れない、まだゼロ。毒が切れてるのがやばいね。猫飯では特殊攻撃強化つけてるんだけどね。まあでもな、毒双剣にあれだよな、つけたくないよね、特殊攻撃術。別のものに枠使いてえよ。一回よし、怒ったか。やっぱ、高級民生は火力スキルだね。火力スキルだし、回復した時は回復すればいいから、万能だわ、マジで。あかんわ。竜巻動いてくるよ。それ忘れんな。ちょ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 。あ、ずいぶんあっち行ってるわ。めっちゃ散歩しとるわ。あ、なんかどっか明かしたぞ。ただ俺がいるときに、いないときにお前やめろ。え、頭破壊したんだけど。頭ダウン一回も持ってないのに。今のお前 V 破壊ダウンだからな。いやー、双剣下手だなー。チャークがある程度上手くなってきたと思ったら、今度は双剣がダメになっちゃったねー。高さ足りん。どうすっかなー。うわー、翼破壊したない。あれ、俺の代わりにもしかしてあれなの、全部破壊目指してる。なんで優秀な猫たちなんだ。ご主人が破壊するなら、破壊しないなら僕たちが破壊するにゃって。やるねー。コリューの代表曲も欲しいからな。尻尾破壊してほしい。尻尾一回も切ってないけど。先行が、あー、失敗した。あと4個かー。まあ、怒り状態以外に使うのは、ナンセンスだな。じゃ、ここで使おう。で、空中鬼神か。いやー、ダメだこれ。もういいや。後ろ足兼尻尾、前足。だけでいいね。あれ、これ、風圧はブワーって出てるけど、怒ってはないか。怒ってる？風圧出てるときは怒ってんのか。で、黒い風圧が流風圧か。
なんかこれ勘違いしてたな。飛んでる間に怪力の種。もう降りてくるだろう。いや、ここで飛んでる最中も時間を無駄にせず。あー、ダメだ。これいけるか。いやー、オッケーオッケーオッケー。もう一回いける。いやー、ちくしょー。あー、でも登れてこれてない。あ、それ登れないんだ。よし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 。ちょっと削れてる気しないなぁ。なんかもっと頭殴れとはずなんだけどなぁ。いつからだろうか、クシャラダーラの頭を遠く感じてしまったのは。それ内側に入れてないよね、毎回外。本当はこう殴りたいんだけどなぁ。いや、まだ弱るわけないよね。おお、なんだ、お前戻ってきたな。なんだこいつ。どうした？しかも普通に落ちたぞ。挑戦者発動してから怒って戻ってきたのか。なにこいつ、意味がわかんねえ。飛んでる最中にあれかな、プッツンしちゃったかな。え、寝てんじゃん。 What？ そんな火力出てた。いや、挑戦者か、挑戦者だ。ありえんって。高難度 G3 のクシャが20分しまだ行ってないの弱っとるわ。やばっ。ちょっと思ったより挑戦者ぶっ壊れてるかもしんない。さあもう一回行こう、挑戦者。あ、え、独創剣だよ。だってそんな火力に特化してる武器じゃないんだよ。マジかよ。いや、挑戦者だな。全ての装備に挑戦者を入れるべきだ、これは。重覚、強欲、暴走、交流輪、重覚、重覚、交流輪。合格、強欲。重鎧玉ありがてえ、もうねえんだよ。したらね、ちょっと金の減りがやばい。俺、全クエ制覇しつつ、他のなんか武器とか防具とか作るためにクエやってるのに、G級装備を作った瞬間、バン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 金がなくなっちゃうから、もう売らなきゃいけない。まず体験はもうエクスキューションはいらないから死んでもらって、ヒーローブレイドはなんか伝説の剣だけど死んでもらって、イサナセンハンマーか。イサナセンハンマーか。あ、つかこれ0円か。じゃあ残しておこうか。で、今まで使ってきた装備たちもちょっと売ろうか。意外と4000円とかにもなるね。団長の腕は、まあ絶対使わないもんな。さよなら。あー、売り切っても7万7000か。ちょっときついね。金策しなきゃな。まだこれだって G2 装備だよ。G3 装備があるわけだからね。4種類の防具作ったらもう余裕で0円つか借金いくわ。